はい、どうも、こんにちは、船さんです。まあね、まあ、桜のね、咲くシーズンになって、まあ、ちょっとずつね、暖かくなってですよ。ね、冬が春に変わって、気持ちがね、なんかこう、ワクワクするというか、ね、本来なら、こう、前向きなシーズンなんですけど、どうやらね、その、まあ、仕事をしててもね、まあ不景気、まあ3月4月って言ったら、まあ、出費がかさむねシーズンでもありますし、で人の動きが活発なシーズンでもありますから、まあそのね、ものすごい消費が増えるとかね、まあ、そういったことが考えにくいっていうシーズンでもまああるっちゃあるんですけど、まあ決算月ということで極力ね、締め財布の紐をね、締めるような、企業なんかも、多かったりとかもしますからね、ですけれどもやっぱりそのシーズンとしてはね、まあ、紅葉が上がってくるようなね、そんなシーズンなんですけど、まあ景気は、良くない。ライフライイエーレフライ肉やコマゲンレフライムービッタゲンレフライ肉やコマゲンレフトライトエイ、まず最初の一歩を踏み出せ、それ最初の一歩が肝心だ、肉将牛必殺今から必ず前へ進めるさ、アゲン最初の一歩を踏み出せ、それ最初の一歩が肝心だ、肉将牛必殺今から必ず答え見つけるさ。なそんな中ですね、まあ、このね、コロナによってね、コロナ税なんていうね、新たなですね、税金なんかも、導入していかないといけないみたいな話もね、バカな学者どもがね、まあ、言ってたりとかするわけじゃないですか。ね、たまったもんじゃないわけですよ。でもね、これね、まあ政府だけじゃなくて、その地方でもね、今その中央政府がしっかりと経済政策、ね、経済対策をしないがために、地方の自治体、ね、地方行政が自らね、まあ、振り出すような形も、まあ、見受けられるわけじゃないですか。ね、もちろん、中央政府には貨幣発行権というね、そういう力、特別な力が備わっているんですけれども、地方ではもちろんね、まあ貨幣を発行するなんていう強権はね、大なたは振れないわけですから、もちろんその決められたね、限られたその中から振り出さないといけないね、まあこういう考え方なんですよね。ということは地方に至ってはやっぱりその収入と支出っていうところのバランスが非常に大切にはなってきます。はい。そんな中ですね、まあ、あの手この手で、まあ、資金をね、回収していかないといけないわけじゃないですか。はい。だからこそ、ね、まあ、税金を上げるというね、手段に、まあ、打って出る。なんていうね、地方ももちろんあります。今回ですね、京都市は新たにね、別荘税という税金をね、まあ新設しようじゃないかと。で、この別荘税って何かっていうと、まあ非居住住宅ね、人が住んでない住宅に関しては、新たに課税していきますよというシステムです。まあこれね、もともと静岡なんかでは、まあ、適用されてた、税金の一つなんですけれども、まあ主要都市
に、限っては、初めての試みということですね。で、この背景は何なのかっていうと、まあもちろんね、このコロナ禍によってですね、まあ厳しい財政状況でこれをね、なんとか打開しないといけないということで、まあどこかから、税金をね、回収していかないといけない。はい。そこで白羽の矢が立ったのが、そのセカンドハウス。ね、こういう人たちから、税金をね、いただくということは、生活が苦しい人たちから徴収するのではなく、生活に余裕がある、ゆとりがある人たちから、税金をいただくということで、徴税先としては、まあ、むしろいいんじゃないのかっていう話なんですね。で、これで、まあ、20億円ぐらいの、税収が見込めるという話なんですよ。京都市にね、たくさんあるということで問題が生じてるんですね。それが何なんかっていうと、その子育て世代ね、20代30代ね、こういう子育て世代の人たちのその市外への流出がものすごく激しいというのが、やっぱりそのね、住むとこがないってことですよ。言ったら空き家のくせにもう所有者がいるから、もちろんね、入ることできないですよね。で、もう一つが、そうやってね、観光地やから、京都って観光地やからね、そういうところにお金持ちが投資する、で所有者になって非居住住宅にするということは、金持ちが投資してるということですから、もちろんね、不動産価格が上がっていくわけですよ。ということはね、これまで以上の住宅価格になって、で、しかも住みたいと思ったその子育て世代ね、20代30代の人たちが住む場所すらも見つけられない状態だからこそ、市外に流れていかざるを得ないというね、まさにですね、過疎っていく最もね、分かりやすい理由ですよね。はい。まあ、金持ちが牛耳ってしまって、で、ね、使いもせえへん。でも、選挙だけするっていうね。だから、本当に必要としている人たちがどん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 外に出ていくっていう、一番最悪なパターンに、今、京都市っていうのはなってます。はい。だからこそ、これをね、食い止めようということで、課税して、課税されるのが嫌だったら、そういうね、セカンドハウス的なね、ものを持たないでくださいと。で、財政難の、京都市としては、そういう人たちから、税金をね、徴収するということは、むしろいいことではないのかという考え方なんですが、これね、言ったら、中国人、ね、あるいは投資家、こういう人たちが、京都市って、観光地だよね、だからこういうところに不動産持ってると不動産価格どんどん上がる可能性があるよねっていう、投資物件として、金持ちが京都市の、そういったね、住居をね、購入してるわけじゃないですか。言ってしまえばこの人らって、もう単なるね、投機目的なんですよ。だから京都が好きとか、ね、文化が好きとか、そこを愛してるとか、そこを気に入ったとか、そんなんどうでもいいんですよ。金になるかならんか、それだけなんです。で、要するに、拝金主義者ですから、金が儲かれば他は何だっていい。ということは、ね、これ課税したとしても、ね、この人らもともと金持ちですから。だから、課税されても、それで、この、居住住宅を所有することが、逆に言ったら、より認められるというか、ね、税金さえ払っとけば、ここずっと占拠できるんだよなと。ね、金持ちからすれば、そんな課税ね、ビビたるもんですから、はい。それよりも、ね、投機して、それを転がしていく方が、ね、莫大な金になりますから。だからね、結局これね、根本的な問題は、ね、むしろ、先延ばししたというか、所有する、口実を作ってしまってる、なんかアシストしてしまってるようなね、いうふうに考えられるわけですよ。
はい。今、日本において、まあ、もちろんね、懸念するべきところっていうのは、その日本の土地を外国人に買わすわけにはいかないわけですよ。これも外国人に日本を乗っ取られる、中国人に日本を乗っ取られると言っても過言ではないわけですよね。はい。だからこそ、そもそもそこを食い止めなきゃいけないということは、課税をするから、ね、じゃあ、購入する外国人が減っていくのか。そんなことないわけですよ。っていうのはなんでなのか。ね、もう経済規模が全く、違う国ですから、もう中国なんていうのは。だからこそ、ね、日本の課税なんて微々たるもんなんですよ。はい。もう今、中国の収入はもう日本人とは比べもならないぐらい高いですから、だからこそ、ね、そんなのね、もうへの突っ張りにもならんわけですよ。だから、もうね、根本的な法律をしっかりと策定して、無条件で外国人に土地を売却するということを、ね、投機目的で、その物件、土地を売るということをそもそも禁じていかないといけないわけですよ。これは、その、なんか、やれ、税金だとか、ね、やれ、その20代、30代が住めなくなっているとか、っていう問題というか、もっと大きなスケールの問題ですよね。安全保障の問題ですよ。だって侵略行為ですから、これが。はい。で、今やですね、ね、日本人として、ね、戦争で、ね、領土を広げるとか、領土を奪われるとか、ね、そんな感覚、もう我々にはもうないわけですよ。もう、はるか昔の話のような、気でいるわけですけれども、いやいや、これ、立派な領地の侵略ですからね。これ。はい。もう戦争で人を殺めなくても、ね、領地を広げる、ね、合法的な方法で広げる、これ侵略行為ですからね。はい。だからこそ、そもそも、ね、その税金を払えば OK ですよっていう、その前提すらもう作っちゃいかんわけですよ。はい。だからこそね、今回のね、京都市の、このね、別荘税っていうのは、まあ、一見すると、ね、富裕層や外国人ね、まあ、中国人、主には中国人ですけど、に対しての課税だから、ね、いいぞいいぞっていう声が上がっているんですけれども、いやいや、ちょっと待てと。ね、まあ、言ったら、手付金みたいなもんですから、ね、税金払ってるやんけ、だから文句言うなよって言われる口実になりますから、これをね、そもそもその議論のテーブルに乗っちゃいかんのですよ、こっちが。はい。だからもう税金払おうが何しようが問答無用でもう絶対ダメですって突っ張れないといけないわけですね。はい。だからこそ、まあ、言論空間なんかでもね、これについてはね、まあ、その、金持ちから税金を取るということに関してはいいことだみたいな風に言っている人いるんですけれども、いやいや、ダメだと。そもそもそのテーブルに乗っちゃいかん。はい。まあ、ということで、今日はね、新たな税金、別荘税。これについて、この税金のシステムっていかほどなのかっていうことをお話しさせていただきました。まあ、今日のお話がね、面白かったとか、ためになったと思っていただけましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。いやー、にしても、ね、もう花粉症で、鼻が詰まって、鼻水がね、話の途中にも出てきて、本当にね、すいません。はい。もう少し、ね、我慢してください。このシーズン。はい。